キャスリン・コールマンは、アメリカ合衆国の科学者、アメリカ空軍の軍人、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。これまで2度スペースシャトルに登場し、2011年5月23日から159日間、第27次長期滞在の一員として、国際宇宙ステーションに滞在した。コールマンは、1960年に、サウスカロライナ州チャールストンで生まれ、 1978年にバージニア州フェアファックスのウィルバーとタッカーウッドソン高校を卒業し、1978年から1979年まで AFS の交換留学でノルウェーの高校に通った。1983年にマサチューセッツ工科大学で科学の学位を取得し、1991年にアメリカ空軍の予備役昇降訓練課程に通いながら、 マサチューセッツ大学アマースト校で高分子科学の博士号を取得した。大学対抗協議会のボート協議の選手としても活躍した。大学を卒業すると彼女は博士課程の研究を続けながら将位としてアメリカ空軍に入隊し1991年に高分子科学の博士号を取得した。その後1988年からは ライトパターソン空軍基地で科学者として働いた。彼女は2009年11月に空軍を退職した。2011年 ISS 滞在中のコールマン・コールマンは1992年に NASA の職員となった。1995年、彼女は STS-73 の乗組員となり、生物工学、燃焼科学、物理学、 流体力学等の実験を行った。飛行中、彼女はヒューストンのコントロールセンターに対し未確認飛行物体を目撃したことを報告した。彼女は STS-83 でもドナルド・トーマスのバックアップとして訓練を行ったが、トーマスの回復が間に合い、登場することはなかった。1999年、彼女は STS-93 で2度目の宇宙飛行を行った。彼女はミッションスペシャリストとしてチャンドラと完成上段ロケットをカーゴから出して展開する役割を担った。2010年12月、ガガーリング宇宙飛行士訓練センターでワレンチナ・テレシコワとコールマンは NASA の宇宙飛行士室ではロボットアームの操作やスペースシャトル、ISS の訓練等を含む ロボティックス部門の責任者であった。2004年10月、コールマンはネーモナ,ナの参加者に選ばれ、11日間を海底実験室で過ごした。コールマンは ISSA の第19、20、21時長期滞在でバックアップのメンバーに選ばれ、さらに第26時長期滞在の訓練の一環として、第24、25時長期滞在でもバックアップのメンバーとして、 訓練に参加したコールマンは2010年12月15日にソユーズトマ -20 に乗って地球を離れ第26次長期滞在のメンバーとして ISS に滞在した。1995年10月20日から11月5日まで行われた STS-73 はアメリカ合衆国にとって2度目の微小重力研究のミッションだった。このミッションでは スペースラブモジュールで材料科学、生物工学、燃焼科学、物理学、流体力学等の多くの科学実験が行われた。コールマンは最初の宇宙飛行で15日と21時間52分21秒の間に地球を256周し600万マイル以上を移動した。1999年7月22日から7月27日まで。 行われた STS-93 は5日間のミッションであり、コールマンはミッションスペシャリストとしてチャンドラの展開を行った。この望遠鏡によって恒星クエーサー、ブラックホールの爆発等の現象を観測することが可能となった。118時間50分のミッションであった。2010年12月15日から2011年5月23日まで。 行われたソユーズトママイナス20とそれに続く第26次及び第27次長期滞在では ISS に長期滞在した。コールマンはマサチューセッツ州在住のガラス芸術家、ジョシュ・シンプソンと結婚した。息子が一人いる。同じく宇宙飛行士のスティーブ・ロビンソン、クリス・ハドフィールド、またドン・ペティットの妻のミッキー・ペティットと共に、 バンデラというバンドのメンバーである。コールマンはフルート担当で ISS にもいくつかの有名な奏者のフルートを持ち込んだ。2011年2月15日、彼女は軌動場からナショナルパブリックラジオでライブを行った。2011年4月12日、彼女はユーリガ・ガーリンの飛行50年を記念したジェス・ロタルの公演にビデオリンクで生出演し、 地上で演奏するヤン・アンダーソンとデュエットを行った。この年の5月13日にはマサチューセッツ大学アマースト校のためにテープで録音してスピーチを行った。他の多くの宇宙飛行士と同様にコールマンもアマチュア無線の免許を持っている。ありがとうございます。